どうも、食の贅沢のはるかです。今回はいくらでも食べれる黒酢唐揚げを作りたいと思います。で、この唐揚げに黒酢、この組み合わせは最強だなって僕は思っていて、この唐揚げのボリュームに黒酢のさっぱり感、これが合わさることで永遠に食べれる。いくらでもこうって食べれる、そこが魅力になるかなと思うので、今回は唐揚げに黒酢をとろーっとかけた黒酢唐揚げを作っていきたいと思います。で、この黒酢唐揚げ、いろいろ悩んだんですけど、今回はですね、唐揚げの方をすごいシンプルに、で、この黒酢だれ、これを肉だけじゃなくて野菜にもかけたい、で、野菜も美味しいみたいな、それを作りたいので、これはすごいシンプルに作ります。では、肉をつけている間にお野菜の方を切っていきたいと思います。よし、ではこれを揚げていきたいと思います。で、今回実はカメラとマイクを新しくしてから揚げ物初挑戦なので、ちょっとここはうまく決めていきたいですね。ちょっとちゃんと気合い入れていきましょうか。シャーということでなんかテンション絡まってる気がするな。では揚げていきたいと思います。よし、唐揚げが揚げ終わりました。で、最後に黒酢を作ってこれをかけていきたいと思います。で、黒酢の方の調味料はちょっと複雑さ出していきたいので、黒酢、醤油、オイスターソース、鶏ガラスープ、砂糖、これらを使っていきたいと思います。
ではいただきますほっとうまい。あのシンプルな唐揚げとコクのあるこの黒酢ソース、これが合わさってまあ合う合う。で特にそのちゃんと下味をつけてるので、あの中も美味しくて外も美味しいみたいな、なんか抜かりなく決まってる感じ、あーって食べたくなるような感じに仕上がりました。あと野菜も黒酢ソースめっちゃ合う。というわけで今回は黒酢唐揚げの作り方をご紹介しました。特にこの黒酢ソース、簡単ですっごいいい仕事をしてくれるので、ぜひこう唐揚げにふわっとかけてみてください。でこの動画をいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと新しいカメラを買ってからこれにすごいハマっちゃってるので、ぜひインスタグラムの方もご覧いただけたら幸いです。ではご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。